日本全国、みんなの心を晴れやかにする人を松岡修造が応援しますみんな、頑張れ神奈川県三浦半島で、最近漁師さんを困らせている存在があるといいますそれが…紫ウニ 日本沿岸に広く分布する食用の紫ウニとりあえずウニってこの辺で邪魔者になっちゃってるね一体どういうこと教えてくれたのは食品加工の専門家臼井一茂さん温暖化の影響が非常に大きいんですけども 海藻がなくなって餌がなくなっちゃったその紫ウニがですね、はいえー、実は餌を食べ尽くしちゃうあじゃあ海の中に餌が少なくなってるってことはいそうなんです近年温暖化の影響で海藻を餌とする魚が北上その魚がたくさん海藻を食べますそして残ったわずかな海藻まで 紫ウニがが食べ尽くすすためアワビやサザエの住処が失われていますウニとしてもそもそも食べられる海藻が少ないため中身はスカスカ食用には向いていないんですその食べちゃうウニも駆除しましょうとして駆除するんですけど。はい 産業廃棄物になっちゃうじゃないですか。利用できなければ。あ、確かに。ね、そこで考えたのが養殖、特別な餌を与えることを考えたんです。餌はこれでございます。なんですかそれななな。なんななんとキャベツ。 これどうするかというとそのまま入れちゃうこのままはいごなんだよって言って水族館のショーでも見てるような感じになっちゃんですウニの構造ってくっついてる側に口があってその口のところが5つの歯があって噛み切るんですよ噛んで食べてるそうですキャベツも食べますし その他、ご飯も食べたしパンも食べたしミカンも食べたんですウニがはい。紫ウニは実は何でも食べる雑食性なんです。これまで臼井さんはおよそ100種類もの食べ物を与えてきましたその様子がこちら その海藻が今ないわけですから、はいえー、だから陸上の野菜うまく使おうと海藻以外の餌を与えることによって身入りも多くなり産業廃棄物だったウニが売り物になったんですその名もキャベツウニキャベツで育てたウニってどんな味 温暖化の影響で身がスカスカ売り物にならなかったウニにキャベツを食べさせることで生まれたキャベツウニ本来6月から7月が食べ頃ですが冷凍したキャベツウニをいただくことに一体キャベツウニってどんな味なの 僕全国のウニ食べててこれ知らないウニですウニのいろんな香りとあったりしますよね、はい、キャベツによってそれがスーっと綺麗にされているような感じもしますね、はい、先生よく頑張りました、ね、<laughs> そもそもたくさんある野菜の中でなぜキャベツを食べさせようと思ったのでしょうか たまたまですけども、はい、三浦半島ってちょうどこの季節、はい、キャベツがあるんです、春キャベツ、早春キャベツ、いっぱい作ってるもんですから、はい、規格外、いわゆる大きくなったり、ちっちゃかったり、はい、傷がついたり、はい、そういうのがやっぱりある程度出てくるんですね、はい、流通規格外って呼んでますけども、はい、売れないんです三浦半島の名物、春キャベツ。出荷の過程で 大量の廃棄物が出るといいます。そのキャベツを利用することにより流通コストをかけずにいらないものといらないものを掛け合わせて新たな価値を生み出しました。夢っていうか今後どういう、はい、今全国でですね100社ぐらいがもう実際やり始めてるんです。はい。 困りましただって先生の研究がだって取られちゃってないいいんですよ私美味しいものが食べれれば先生の思いが全国に伝わってるってことがもう一番ってことですねそうです